今年買いたいものあるの？もう答えないよ。誕生日にサプライズしたいから教えて。じゃあ買えよ。プロジェクターとかで。あーね。荒川ゾンビダイアリー。ね、先輩、今年の抱負って何ですか？え？あーそうだな、2024年の抱負か。え？あーね、あーね、あーね、ね、ね、また？あーね、あーね、いいよこれ。2024年どんな年にしたいの？まあそれはみんなが安全に。あーね、あーね、やめてそれ。あーね、ね、ね、それ最後まで聞かないじゃんお前いつも。今年買いたいものあるの？もう答えないよ。誕生日にサプライズしたいから教えて。じゃあ買えよ。プロジェクターとかで。あーね、あーね、聞いてくれよ。あーね、ね、なあ、覚えてるぞ俺、ね、言ったぞ今、ね、プロジェクターって買えよ。最近の政治どう思う？なんだよ急に。若者のための政治になってる？教えて。いや俺はあえて言うよ、ダメだ。何がダメ？なんか税金とか一部の大人のためのものになってないか？どうすればいい？未来はね、この国の子供。あーね、あーね、あーね、聞けよ。あーね、ね、聞いてくれよ。あーね、焚きつけたのお前だぞ。その急に止まるのもやめてくれない？先輩、今年の誕生日は楽しみにしててください。あ、用意はしてくれるんだ。その急に止まるのもやめてくれない？あ、動いた。チャンネル登録1万人目指して頑張ってます。チャンネル登録お願いします。